大本駅は、岡山県岡山市北区大本駅前にある、西日本旅客鉄道宇野線の駅である。宇野方面に向かう、宇野港線と、本市美山線に直通する、瀬戸大橋線の、双方の相性区間に含まれている。駅番号は、宇野港線が j、j r l 0に瀬戸大橋線が、j r m 0に。かつては、岡山臨港鉄道がここから出ていた。 また、岡山総車場への連絡線もあったが、1984年に、いずれも廃止されている。旧駅舎東口ホーム相対式ホーム2面2線を持ち、列車交換が可能な高架駅。1階の改札から2階ホームへは階段もしくは、エレベーターで移動する。行き違い可能駅で、伏線部分は、駅の前後で長めに取られており、走行しながらの行き違いも可能。 岡山駅が管理し、JR 西日本中国交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅で緑の窓口がある。トイレは男女別の推薦式。移行か利用可能駅。自動改札機は収札機能のない簡易式のため、降車客の乗車券は駅係員が収札する。駅スタンプは胸田田神社。岡山駅茶屋町駅間では備前。 西市、茶屋町、小島方面発着系統が、瀬戸大橋線、宇野発着系統が、宇野港線と案内される。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。岡山臨港鉄道の線路跡は、国道30号線の交点まで、臨港グリーンアベニューという遊歩道となっている。南波数丸、岡山の駅。日本文教出版、1972年。 JR 宇野線大本駅付近連続立高架機構交通新聞 P1 e 株式会社 JR 西日本中国交通サービスの設立について西日本旅客鉄道株式会社2021年4月6日閲覧出展岡山県統計年報、ありがとうございます